グロービス学び放題。今年度から営業のチームリーダーに任命された村田さんは、メンバーの行動のばらつきに悩み、上司である吉原部長に相談しています。毎週ミーティングを行って全メンバーにしっかり指示を出しているんですが、それぞれの判断や動き方がバラバラで困っています。そうですか。もしかしたらフォロワーシップの考え方が参考になるかもしれませんね。フォロワーシップって何ですか？営業チームのリーダーとしてメンバーの行動のばらつきに悩む村田さんに対し、吉原部長は、フォロワーシップの考え方が参考になるかもしれませんね、と言っていましたね。吉原部長は何を言いたいのでしょうか。1、フォロワーシップの分類にはコミュニケーションのヒントがある。2、リーダーを支えたり従ったりする形は人それぞれなので知っておくべき。3、自分のリーダーシップスタイルにメンバーがついてきているかを考えるべき。当てはまると思うものをすべて選択してみてください。